お花の皆さん、こんにちは、秋野乃香です。はい、ということで本当におはようございますって感じなんですけど、今日は久しぶりにカジ君に会うということで、今日はお出かけデーということで、今日はデート前の準備の様子を撮っていきたいと思います。まずはちょっと顔がむくんでいるので、いつものこちらのアクアレーベルホワイトアップローション、こちらを使ってマッサージをね、あんまり時間ないので、さっと、いや大丈夫、寝起きの声だけど、私マッサージしていきます。いや髪の毛ボサボサすぎる。あ、シャコちゃん、おはよう。シャコちゃんが来ました。おはようって、大丈夫じゃん。めちゃめちゃ久しぶり、お出かけ。早速メイクをしていきたいと思います。なんか後ろのカーテン開けようと思ったんですけど、開けたら逆光になっちゃって、私流デートメイク的な感じで動画にするの楽しみにしててください。なんか明日は洋服何にしようかなとか、めっちゃなんかメイクどういう感じにしていこうかなとか、めっちゃいろいろ悩んじゃいますね。いや女子かって。でもやっぱ女の子ってみんなそうですよね。やっぱり、あ、ここに鏡ついてた。こんなに見やすい鏡か。着替えてきました。今日のポイントはですね、そう、まだ上を羽織ってないんですけど、もうだいぶ暖かくなってきたので、グレンチェック柄のコートがお気に入りなので、それを着たコーデにしたいなと思って、それにしました。ちょっとリップはいつも最後に塗るので、リップはいつも今まだ塗らないんですけど、コテが温まったので髪の毛を早速巻いていきたいと思います。ちょっと時間もないので、さっさっと巻いていきます。今日はゆるくミックス巻きしていきたいと思います。で、最後にちょっとハーフアップを今日はしていきたいなと思います。前髪がやばい。はい、今ちょっと前髪がまだあれなんですけど、髪を巻き終わりました。髪巻き終わったので、ちょっと今日はハーフアップにしたいなと思います。ちゃんとね、ヘアアレもしっかり今日やっていきます。ということで、今前髪を巻いてきて、ちょっとさささっと今巻いてきちゃったんですけど、歯磨きも終わったのでリップを塗りたいと思います。まだ髪の毛を巻いただけなので、こちらのジェミーフランミルティーバターバーム、こちらのトリートメント台を使って髪の毛につけていきたいと思います。
にできました。それはこんな感じです。ハーフアップにしました。しまくります。ネックレスをしたいと思います。でピアスもしていきます。ピアスが今できました。たらこちらの時間が終わった香水使って使いたいと思います。これはシャネルの5番のオードゥトワレットミニツイスト&スプレーです。腕にちょっと今出なかったんですけど、ワンプッシュして、いやマジでいい匂い、これ大好き。あと首にもワンプッシュして、したらカジ君と揃いのペアリングもちゃんと右手のアウターを着てバッグを持って出かけたいと思います。はい、こんな感じでちょっと電子が見えづらいんですけど、じゃあバッグを持ってお出かけ行ってきます。デート前の準備動画でした。最後まで見ていただきありがとうございました。お出かけ楽しんできます。バイバーイ。あ、チャンネル登録と高評価お願いします。コメントお待ちしております。バイバーイ。